POG2025 から26ノーザンファームミックスセール繁殖品場セクションチェック結果分析編ということでやっていきたいと思います。見つけ晶評も総数発注でございます。ということでね、今回はね、まあ、2023、2024ノーザンファーム繁殖セールからこう名前が変わって一切版を売るようになった、まあ、ノーザンミックスセールの繁殖品場セクションの方 に出た繁殖品場をチェックしていこうと。まあ具体的に言うとね、2023、24の繁殖品場セールセクションに出た馬たちっていうのは、まあまだ3区がいるわけですよ。まあ上場されていることが分かってて3区がいて、そしてお母さんはもう見切られたって言ったらあれだけれども、まあ見切られた、まあ要はね、あの、まあ、競争生活を終えた品場っていうのはたくさん出るわけですよね、ノーザンファームで。まあその中で、 まあもちろん、そのまんま <laughs>、そのまままられる馬もいれば、何個か等か3区の様子を見て、まあその上で、ああ、これはちょっとなっていう、まあそういう頻馬もいるわけです。まあこの3区の様子を見て、これはちょっとなっていう頻馬の方を考えると、まあ、要は2023年の、えー、と3区がいて、まあこの今回ね、チェックしてるこの世代の3区がいて、なおかつ、まあ、 それでね、3区の出来を見て見切られたってことはもう直近でこの子の様子と、あとまあ、次かその前かあたりを見て、まあ、ちょっと出来落ちてきたなで見切られたっていう可能性が非常に高いわけですよね。高いわけですよね。まあ、なので、ノーザンファームにもいない繁殖品馬たちの子供ってのを POG で指名しても、POG でこうどうこうっていうほどの成果は得られない可能性が非常に高い。 もちろんその後成長するかもしんないじゃんとか、そういうこう、おためごかし、最近のネットを、えっ、ー、と、石鹸するようなリスペクト、そういうものはどうでもいいんですよ。結果だけを追い求めたときに、まあこういうところはやっぱチェックしとかなきゃいけないという中で、まあ POG 的な出社選択だったり、まあ一口話として出資するかどうか。 まあリアルで1頭これは俺の馬って感じで前頭を持ちするんだったらそんなことより目があって可愛かったの方が大事だったりまあ要はその馬に思い出を持てるかが大事だったりするんだけれどもこっちは口出しする権利がねだったらあの逆に言えばねこっちはそんな一頭一頭のかわいいかわいくないなんてことに思い入れてあげる理由もねこっちからはなくって銭だとそう考えた時に。 やっぱりね、あの、ここに出てくるような貧馬の子っていうのは、買う方がどうかしてるって言ったら、あれまで言ったら言い過ぎだけれども、うん。いらねんなもんにね、使う銭はねってことになるわけですよね。もちろんね、逆に、自分の出資してた馬、まあ、母優先とかで出資するんだったらラストチャンス。そういう心情の方に思うばかんのもわかる。まあ、その場合もその場合で、まあ、 まあね、長い間夢見させてもらった決闘出しと長いスパンでの話になってくるからね、それはわかるんだけれども、まあその場合はね、あのもう出資できないラストチャンスみたいな感じで出資してきゃいいんでね、まあなのでこれをリストアップしておくこと作業っていうのは、まあね、この前の期待値みたいなことを探る上で大切なんじゃないかなっていうかまあ価値があるんじゃないかなということでね、見たわけですよ。 というわけでね、現一歳馬のノーザンファーム繁殖品バーセクションの出身、あの、2023-24に出品された馬たちの3区で、えっ、ー、とね、2023でし取りになって2024も上場を発表されている馬が何頭かいるから、これをね、手作業でね、ダブルを除外したから、数字が1個2個ぶれている可能性はあるんだけどもね。まあ、現一歳馬の行き先が、こんな感じです。 これが、これの逆数が、まあノーザ、ノーザンファームが出しているレベル馬の。まあ、そんな感じになるのかな。つまり、ミックスセールの高々かか40頭ちょっとの上場場のうち10頭はもう繁殖品場としても見切り品。やっぱりだから、セレクトセール2つよりんでね、それぞれ100何頭3個を出す中の、まあ、 当数より、それの半分前後、ノーザンファームが出している当数で半分以下ぐらいの当数しかいないミックスセールの中に、まあ、実際繁殖品場としても見切ってしまうような繁殖品場の子がこれだけ入っているってことは、ミックスセール自体確かに、あの、ノーザンファームのね、育成方針と合わないところのミオスタチン配列 CC ですでに重症化値も出してはいるけれども、まあ、なんだかんだでセレクトセールよりは、 一枚二枚落ちるレベルの馬が出てきているというふうに言えるんじゃないか。まあつまり、いや、このタイミングで馬買いに行くのはいいけど、まあ襲うまでで、まあそれゆえにセレクト搭載の方には回ってこなかったね、馬たちの,の救済ぐらいで、一二頭当たりは混ざってるけれども、まあ率としては多分、セレクトセールよりね、あの、ミックスセールの方が、馬のレベルは高かないっていうのが、 事実としてこれで見えるんだろうなとか、まあ、やっぱりセレクトセール搭載セクションの方が、と、一切セクションのね、等数の比較、まあ、こういったあたり。で、まあ、やっぱ一歳セクションの方が最近はレベルを上げようとしてるのかなとかね。で、あとはまあ、小口クラブと、まあ、40口のクラブで言えば、大口のクラブで言えば、やっぱ小口クラブの方が、 まあ一枚二枚こう優先度は下がるっちゃ下がる。まあもちろんね最近はそれぞれのクラブの、これぞこのクラブの繁殖品場みたいなところから当たりが出るから、まあ小口クラブだから当たりが出ないわけじゃないけれども、まあそしてであの生産頭数がすっごくいるから、まあその中での割り振りっていうことで考えても、まあ明確にこう、 1>, 1位から40位がサンデーレーシングでっていうことをやらない、まではやらないのでね。あの、あれだけれども、やっぱ平均レベルとしてはこういう傾向が出る。まあ、キャロットなんかはね、その中でも明確にこう、足切りラインを地方場として募集するから、キャロットとシルクで明確なね、差は出ないけれども、まあサンデーレーシング、G1 レーシング、まあサンデーレーシングなんか、まあ G1 の方はあれか、あの,の、ノーちゃんから回ってくるような、 まあっていうのはそこまででもないよみたいなことになるのかなとかねまああとはあれだよねオーナーズとかまあは、まあ、投資少ないしグリーンファームドとかトーとか不明ってのは基本は予託の品場だったりまだ本当に出来があれでまだ行き先が決まってなくてオータムセールとかに出てくる場もいたりまあ、そんなことがね見えてくるわけよねだからこれなんかはあの本当にセールのレベルっていうのを表してる ランキンキグになるんでねそうミックスセールはこういうレベル感だからこそ函館2歳ステークスを勝たせる必要があったミックスセール出身場にだから函館2歳ステークスでいきなりノーザンミックスセール出身場が勝ったっていうのはまあ世間への印象付けるプロモーションだよねということが一つ言えるんですね。 まあ、そしてですよ。まあ、父の方で見るとね、まあ、クリソベリル3区多いなとか、ルーラーシップミッキーアイル。えまあまあ、まあ、これは、これはまあでも、現一切場で、そういう間の父。これ見てもね、まあ、これはノーザンファームの繁殖、ノーザンスタリオンステーションの、ダ内スタリオンステーションの守護場の種付け量低い方から、みたいな感じのリストですね。 まあなので、ここはまあ気にする必要ないか。で、売却時の配合相手、これもそうだよね。うん。まあ、この下のリストも全部 <laughs>、全部は一応等数でランキングを作ったんですけど、一回ね、これは喋るほどの内容でもないです。本当に。うん。まあ、社内スタジオンステーションの超高額ではない種ボバリストというだけ。まあ、ね、これでね、あの、3区の 出来が、スボバ側の方の事情でよくない、ね、馬みたいなのがあぶり出されて、で、それゆえに結果が出なかったかわいそうな繁殖牝馬たちみたいな視点が出てくるのかと思ったら、案外ね、ばらけたからね。うん。これはトップランクではないってだけのことだと思います。うん。まあ、今のところの扱いがトップランクではないだけ。繁殖牝馬の質が変わればまた分かんないよっていうだけ。うん。これはね、そういうリストです。 なのでね、まあ、これはまた、それぞれのセールごとにね、リストを出していこうかな。暇というか、あの、他の手が回りきらない時とかに適当に出していきます。<laughs> そんなわけでね、うん。見えたね。現一切場の行き先で、だいたいどこのセールがどういうっていうのが分かったね。 まあ、クラブの扱いに関しては大体こんなもんでしょう。うん。こんなもんでしょって俺には見えてたけど、まあ、あの、なんかこっから見えてくるところはあると思います。以上、ハッチでした。